もあり、関東領土を象徴する島であります。また一説にはこれもには調べません、大地から与川へ向け聖母清水と名乗り、今もその子孫が生存しているとも伝えられております。星の心と山なり島は他に日はない夏ばかりと歌われ、不思議なことにこの島には松の木だけしか生えないそうです。また明治19年英国の船ドルマットン号が遭難したのはこの沖合でございます。お船の右手に連なる岩場を木の矢野と申しまして、夕暮れ時にはどこからともなくたくさんの鵜の鳥がここへ帰ってまいります。磯の鵜の鳥や鵜へが帰る
場には不老不死の戦略と言われている天体予約が群生しております。葉はクスノキに似た召喚木で、目は芋になっている変わった木でございます。不施設の手代入館券は窓口でお買い求めくださいませ。電光図の乗船券をお持ちのお客様は勝浦への帰りの乗船券にもなっておりますので、ご乗船の際お示しください。なお勝浦港への船の時刻表は3箇所に設置しておりますので、ご確認の上ご都合の良い時間でお帰りください。お降りのお客様、船が桟橋にしっかりと着きましてから船が揺れる場合もございますので、お足元に十分注意してお降りくださいませ。ご乗船ありがとうございました。勝浦へお帰りのお客様はそのままご乗船くださいませ。Thank you.